遠かった。玉の浦でも結構奥地だから、多分一番これ奥の方の玉の浦じゃないかな。そしてこの裏くらいなのかな。まあ、結構漁港のね、あの街並みとかも面白いですよね。この辺もね、私3回くらいは来てるんですけど、もともとやっぱり教会巡礼で教会建築とかをずっとメインで見てたから、本当にノーマークだった。まあでも結構古い建物ね、多いね。福江島もね、広いからね、っていうかすごいね廃墟。ちょっとここで時間を取っちゃいかん。まあ大体ね、もうそういうものを見て歩いてるとある程度勘で分かるんですよ。多分この辺かなみたいなのが分かるね。わ、すごい、なんかもね、すごい、あ、待って、これはすごい上が、この辺りね、かなりの遊郭が昔あったみたいですね。まあ、あとタバコ屋とか料亭とかそういうのもたくさんあったみたいですよ。この界隈かな。作りがすごいね。これすごいね、消火栓やっぱり当たってた。あ馬だよ、もうね、ほといたり、うん、なんで福江島じゃなく、福江のターミナルの方向じゃなくてこっち側が栄えたんですかね。そうそうそう、なんか向こうの方が人が、ね、こっちもでも、うん、そのここは玉川って両が盛んだったので、ええ、で福井の方は道がなかったんですよ。こっちの方が先にだって道ができたって聞きました。そうですよ、向こうは早いけど、間はもう、はい、あの漁師の方で、ええ、それからあのあそういう関係だ。あ、だから栄えてたんですね。福岡とか四国とか、はい、あそこからみんな船が来たわけ。へえ。それで栄えたわけね。あ、そうなんですね。うん、日本全国からの船は大体入ってきてるわけ。全国から、うん、すごいですね。僕は一遍で何年にって入ったもんな。あとよくあの石垣がたくさんなんかあるんですけど、昔はあれお家かなんかの跡ですか。どこです。結構上の方にも石垣があるし、そうですよね。ずっと上にもあったよ、うん、まあ結構ことって石垣が多いんですけど、結構あの通ってくる時もずっと石垣がかなりあったから、まあ高地なのか、もっとお家なのかなと。この上が旅館でしょ、うん、はいはい。その上にまた家があって、はい。その上にあったわけ。へぇ、ね、墓は墓であったわけ。うん。だけど、石垣。今の墓は、うん。うん。僕も、あとはみんなほら出て行ったり、うんうん、亡くなったり。はい。
だからこういうの少なくなったわけね。ええ、なんか歴史書で読むとすごく有名な地区で、そうそうそう、多分若い方はね知らないでしょうけど、そう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 、福岡よりここにみんな来たわけ、うん、ええーうん、福岡より、うん、すごいですね。というと、手繰りっていうのもあったら知らんけど、はい、二層引きで大きな船が、はい、鉄線の、はい、鉄で出てきた船、あるいは二層引きで言うと大瀬崎とか、はい、飯島ずっと網で引いて魚取って、はい、ここに来て、はい、ちょっと休憩みたいな。でそれを今度また長崎とか、ええ、福岡とか、うん、みんな運んだわけね。だからもうみんな福岡さん。でも大体漁港の町って遊郭は昔からあるんですけど、そうそうそう、ですよね、うん、ただどれだけ出入りが、ね、あったかみたいな。ここは、うん、女たまやったんな。すごいですね。ここ通れんぐらいやったもん。本当に、そうそう、いや昔の地図を見たらほとんどが遊郭の旅館だったり、タバコ屋とか料亭とかだったからですね。うん、うん、多分ここが一番。ここも西よ。ここはタバコ屋。うん、向こうも店やったかな。ああ。うん。大変店じゃん。すごい。うん。へえ。じゃあかなり昔はね賑やかな通りだったんですね。そう聞いたもうそこのイメージも店じゃん。へえ。もうねなんか全然そういう面影がだんだんと。ここはもう昔の郷長さんであって。はい。もう不動産のあれだなとかね。鍵盤とかもあったんですか？鍵盤はどこかあったと思うよここ。鍵盤。いろいろ調べた。はい。荒川にあったのかな。どっちかにありましたよね。ありますよね。富谷はそうでもなかった。今もう富谷ほとんど何も残ってないみたいで。あ、富谷はこのように栄えてはなかったですね。ああ、やっぱここが一番だったんですね。そう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 。だから昔の人に聞いたらもう玉乗り行ったらどこにも行かれんやったし。人間が通れないやったけど。へえ。あちこち行くとに。そうなんだ。この道でも。じゃあ女性もたくさんいたんですね。そう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 。みんな住み込みなんですか？そう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 。やっぱ昔は住み込みが多いんですね。うん。10人ぐらいだったかな。うん。遊郭で。はい。各遊郭に？結構に。うん。遊郭にやっぱり。それぞれ10人くらい。10人か10何人かな。そうですよね、うん。女性がいないと成り立たないですからね。そうそうそう。うん。自然と、はい、時代の流れで金、はい、が入らんごとなって、あでその人たちはどこに行っちゃったんですか？女性はあちこち四国とか、あみんな出て行っちゃったんですね。そうそうそう、船が向こうから来たわけ、はいはい、いやだけ今は、うん、その後はどこに行ってしまったんだろう女の人は、もうみんなもう、うん、もう年取ってもうだってはるか昔の、ね、そうそうそう話ですからね、うん、へー、ありがとうございます。ちょっとじゃあフラッと歩きながら、はい、すいません、ありがとうございました。昔人が通れんくらいねここの道歩いてたんだって。2階も多分そうかな、これね隠してあるけど、ここは間違いなくそうですね、うん、やっぱり地元の方から話聞くのが一番ですね。これもだ。これすごいね。その後は、あ、中見えるね。上はお墓か。本当に石垣がさ、すっごい多いんですよ。よし。
壁とかも昔は家とかあったのかな。ここマークが海の方向向いてみんな立ってる。でもやっぱ港町ってなんか風情があっていいね。最近はさ、あの行く場所で結構いろんな方からお話を聞けることが多くて助かるね。あ、ここもか。ここもそうだ、遊郭だ。これ離れにトイレとかお風呂があったっちゃろうね。これそうやね。結構古いよこれ。この辺りの一軒を見て、こっちちょっとほら石垣が綺麗に積んであるの、わかる？まあ、五島はね結構あの福江走ってたら石垣にすぐ目が行くぐらいある。それらしき物件は、わあすごいね。なんか昔のものとかが置いてある。なんじゃこりゃ、なんか変わった。なんやろこれ、最近よく変わった植物見るね。私はあの離島マニアもやってて、離島も好きなんで、近あればね、ほんとちっちゃい島とかねいろいろ行ってますけど、冬は辛いね。夏はいいけど。食べたことある？五島うどん。